ラシックカーっていうのはあくまでも所有するものではなくて一時預かり人ということをね言われてるんですね。それがもう不文律になってて、これが義務じゃないかっていうふうに、それが文化じゃないかっていうふうにいつも思ってるんでね。あんまりコストのことも考えないから、ロールスロイスってのは戦前ほとんどずっと赤字だったんですよね。だから価格はなくなっても価値は残るっていうぐらいにですね、いいものを作るためには惜しまなかったんですね。だからロールスの言葉の中には、正しく行われしものたとえささやかなりともすべて気高しっていうこの格言があるんですけれどもね、これはクルーの工場に僕が15年ぐらい前に行った時もやっぱりそういう札がついてましたよ。実は白洲二郎のね乗ってたベントレーをイギリスにあるっていうことをね知った時に、小林正太郎先生がね、この車は日本にあるべき車であって、そして博物館などで死なせてしまってはいけないと。Thank you.